マイケル・クリフトン・ローレンゼンは、アメリカ合衆国カリフォルニア州オレンジ軍、アナハイム出身のプロ野球選手、ウトをミギウチ、MLB のシンシナティレッツ所属。愛称は、ゼンマスター。メディアによっては、ロレンゼン、ローレンゼェンなどとも表記される。2010年の MLB ドラフト7巡目で、タンパベイレーズから指名されたが、契約せずに、カリフォルニア州立大学。 フラトン校へ進学した。2013年の MLB ドラフト一巡滅移保で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。契約後、参加のルーキー級アリゾナリーグレッツで、プロデビュー。A 級デイトンドラゴンズ、A 級ベーカーズフィールドブレイズ、A 級ペンサコーラブルーワフーズでもプレイし、この年は4球団合計で22試合に登板して1勝1敗、4セーブ。 防御率3.0019奪三振の成績を残した。2014年は AA 級ペンサコーラでプレーし24試合に先発登板して4勝6敗、防御率3.1384奪三振の成績を残した。2015年は開幕をトリプル A 級ルイビルバッツで迎えた後4月29日にメジャー契約を結んで25人枠入りした。 同日のミルウォーキーブルワーズ戦で先発し、メジャー初登板は5回3失点で敗戦投手となった。この年メジャーでは27試合に登板して4勝9敗、防御率5.40、83奪三振の成績を残した。2016年は肘痛で開幕から故障者リストで過ごし、6月22日に復帰、8月16日には、 父親の死去のためキビキリスト入りし、19日に復帰した。同日の復帰初戦となった、ロサンゼルスドジャース戦では5点リードの7回表1、1、1、2塁から登板し、1.2回を無失点に抑えた。さらにその裏、打席が回ると、メジャー初本塁打を放った。ダグアウトに戻った後も、本拠地グレート、 アメリカンボールパークに集まった28,184人のファンからのカーテンコールは鳴りやまず、チームメイトに背中を押されるようにして、目に涙を浮かべながら、歓声に応えた。この年は35試合に登板して2勝1敗、防御率2.8848奪三振の成績を残した。2017年は、自己最多の70試合に登板し、8勝4敗に、 セーブ18ホールド、防御率4.45だった。打撃では打率、167、1本塁打、1打点。2018年は45試合に登板し、4勝2敗、1セーブ8ホールドを挙げた。この年は、右翼手も1試合だけ守った。2019年のスプリングトレーニングでは打撃を活かすために、投手の他に、中堅手にもついている。 同年9月4日のフィリーズ戦では5対4で迎えた7回表から3番手で、当番指導点に追いつかれたものの2回1失点。7回裏にチームが勝ち越すと、8回は打者として左中間に2ラン本塁打。さらに9回は中堅を守り、3投流を達成。1921年6月13日のベイブルース以来98年ぶり2人目の同じ試合で勝利投手。 本塁打、野手で、守備を記録した。救援投手として、最速九十九点三マイルパワー、平均九十六マイルパワーのフォーシームとツーシーム、平均九十三マイルパワーのカッターといった三種類の速球を中心に使用し、その他に、平均八十六マイルパワーのスライダー、平均八十二マイルパワーのカーブ、稀に平均八十八マイルパワーのチェンジアップも、 投げる。2016年スターターからリリーバーに転向し、平均球速が約2マイルパーアワー上昇した。大学では外野手も兼任しており、メジャーでも2015年には36打数9安打で打率。250.4打点、2016年はメジャー初本塁打、2018年は打率。294本塁打、10打点、オプス1.043。 本類打のうち一本が、代打満塁本類打を放つ活躍を見せている。ありがとうございます。